ハーバリウム政策で対決したいと思います。あれって冗談だったじゃないですか。最悪の事態が起きてます。可愛いドライフラワーをジャッジする方がいらっしゃるみたいなんですよ、ね。ジャッジしていただく方は、うん、お消しの置いとけや。声優プレイチャンネル対抗戦。声優プレイでは様々な声優の方々がチャンネルを持っていますが、全チャンネルを巻き込んだ企画をやっていこうということで、我々はいろいろと考えさせられました。そして視聴者の皆さんにどの企画が見たいか投票していただきました。超多いですね。その結果、なんと可愛いドライフラワー対決に決定しました。あれって冗談だったじゃないですか。あの、僕が考える最悪の事態が起きてます。なんとこれで丸々1本。いや、出来上がりだけなんか写真撮ってよ。僕たちこれ作りましたみたいな、こんな悲しいってやればいいじゃないですか。なんで俺たちがジョークで言ったのをそのまま企画にした。もう企画料ちょうだい。じゃん。60万円めちゃくちゃ具体的な数字出た。今回はですね、ハーバリウム製作で対決したいと思います。じゃあ瓶に詰めて、あの上からあるゼリーみたいな、あの、はい、液入れて、そうです、あのこのままかわいいまねってやつやろ、便所とかに買う。細かくルールは決まってるんですよ。どう、え、細かルールがあるの。そうなんです。花は基本的に100均で用意できるもの。今回は増加と、はあ、で好きな瓶に好きな花を入れて一番かわいいと思う形を作る。ドライフラワー対決って言ってるのに増加しかない。ドライフラワーのどの字も入ってない。可愛い増加対決です。ただごめんなさい、何まだあるんですよ。皆さん、この出来上がった、これ可愛いドライフラワーをジャッジする方がいらっしゃるみたいですよ。その方ちょっと発表させていただきたいと思います、うん、はい、ジャッジしていただく方は、うん、野沢雅子さんです。弊社の、はい、あの方は、はい、うちの事務所の中でも特別な位置にいらっしゃる方なので、はいはい、面白おかしく触るっていうのはやっちゃいけない。いや、もう勘弁してください。いや、もう嫌や、そんな。やばいですって。ジョークもできへんやん。ジョークもボケしの置いとけや。覚悟を決めてハーバリウムしましょう。ハーバリウムを、あー、ハーバリウムやるか。それでは参りましょう。ハーバリウム作りスタート。まず何、ハーバリウムはどういう風にやればいい、何なんですか、ハーバリウムって。ハーバリウムっていうのは、うん、もうこの瓶、この中にもう好きなものを入れて、はい、あとはもうオイルで、オイルをトポトポトポって入れてシュッて固定する。もうこれだけです。オイルだけ入れるって分かる。深いですね。あなたには何が見えますか。心を見るんだよっていう。それはまあそこまでもパッケージングして、それのお母さん分かってくれるかな。どうですか、大塚さんのお好みの瓶。じゃあ一番大きいのくれる。あ、お目が高いです。お客様、こちら。いや、僕はですね、どうすんの、なんかこれちょっとおしゃれ風じゃないですか。江口くんはこういう企画になってもやっぱりおしゃれ路線いくねんな。いや、もうやっぱ刺さりたいですから、あわよくば野沢雅子さんに刺さりたいですから。マジか。じゃあ物をさ、ちょっと選んどこう、はい、選びましょう。かさ増ししないと無理だろうな、この大きさ的にね。はい、いや、これでかすぎない。イメージ的には何かな。そうですね、うん、僕は地球号ですかね。はい、地球ならまだ分かるんですか、はい、地球号って何か、はい、このままこう、うん、宇宙に出発できるぞっていう地球号。はい、地球号。瓶の中に地球号を作りたいですねっていうのはもう間違ってんねん。言葉的に。地球号ダメですか。いや、オッケーです。小坂さんは
テーマを作るとしたら僕はジャム。ジャムハーバリウムジャム。ジャムってそのみんな食べいちごジャムとかのジャムっていう意味、はいはい、だと思ってるけど、はい、ジャムってのは、はい、みんな合わせてっていう意味。あもう楽器とかですね。ジャムセッション、そういうことです。あみんな合わせっていう。あれジャムです。あとフィギュアもあります。フィギュアね、いい。ちょっといいっすか。いいっすか。なんかちょっとやっぱここら辺使いたいっすね。えちょっと待って、俺も使いたい。ちょっとやっぱ生命の神秘やって。俺も使いたい。これいいっすね。俺も使いたい。これインターもらった。これちょっもらった。俺もそれ使いたい。俺すげえこれ。えぐちくんなんか生命の神秘できますよこれ。子供のゴミみたいな持ち方すんのよ。はい、ジオラマを作ればいいわけ。あえ、何の音？かわいいを作ってるんですよ。この中で今かわいい。かわいい製造機今生まれてるんですよ。これ生まれる音です。かわいいが聞こえましたか。視聴者さんには悪いですけど、これ優勝の香りしてきましたね。そう、ジョークでやってたのに一番ジョークだと思われていた我々が、うんうん、言ってないです。僕はもうこれでいいかな。これでいいです。ちょっと上に、あ、いや、もう、いや打足ですね。よう言われてんねん、打足芝居してる時に。いやいや、言われてない。その芝居、打足ですね。一番言われたくない。一番そんなこと言われたくない。傷つく。意味ないとこやめてほしいんですよね。足すばっかりやめてほしいんですよ、ね、低い演技もやってほしいんですよ。引き算してください。僕は完成ですね。じゃあエムチ君さ、お前早く作るのやめてくれよ。中でぐちゃぐちゃになってもたら。しかもその時にアロンアルファがこうくっついても。そうなあお前。めちゃくちゃデッドヒートですよ。小野塚選手最後のデッドヒートだ。オイル入れたらいい感じに。おオイルくれ。はい、こちらです。これで長谷川さんがいい感じに漂ってくれるはず。いやいや、全部なんか下に行くけど。キラキラが浮いてくれたらこれ儲けもんですよ。儲けもんってね。儲けもんです、これは。うん、おおお、これは最初、あ、最初ゴリラ出したまま入れてない。ゴリラが、ゴリラさん、あと30秒です。あ、まさかの瓶の外にも世界がある。逆転の発想だ。まさか瓶の外に出てくるとは誰も思わない。終了。ではまずは私の作品です、はい、私の作品はダン。寄生虫みたいなの入ってるけど何それ。寄生虫じゃないです。このキラキラの窓枠から見てください。窓枠、人類が見てる。気持ち悪い。気持ち悪い。人類が見てるんですよ。ニワトリなんでそんなとこ入ってるの。いや、ニワトリはやっぱりこう空を飛んでるイメージですね。なんかゴミみたいな、何それ。これキラキラです。あの生命の力強さをこのキラキラで表現してます。下になんかビーズ引いただけ。これ希望ですね。はい、希望が詰まってます。これ野沢さんに見せるんですよ。
野沢さんが見た時にどんな誘拐を想してみて、はい、あらキラキラしてるってあらキラキラしてるって言ってくださると思うんですよ。そんな言い方そんな言い方はすんのか。言い方、言い方ですか。あ、野沢さん見ました。おー、なんかキラキラしてんぞなんて言うんすか今の言わされましたか上からのやつですよこれは。上からの圧力今感じたでしょ、ビシビシと。キラキラしてっぞって言うんだすげえなー。小野坂さんの作品見せてください。はい、夕方のサバンナ絶対決まってなかったじゃないですか今最後まで。ゴリラさんはどうしてるの。よくご存知、気づいてくれました。はい、なんか外に出てるなと思って。なんかサバンナの動物たちがたくさんいるじゃないですか。はい、下にね、はい、草食動物たち、はい、います、ね、それをライオンが木の上からこう、わ、狙ってるわ。狙ってるんですけど、危ない危ない。それをゴリラが、ね、はい、一番上に立ってるでしょ、はい、これ霊長類、はい、いわゆる人間を指してるわけですね、はい、それをライオンがしめしめと狙ってると思ってたんですけど、本当に管理してたのは人間なんだよ。うわ、そういう奥深さですよね。なんでスタッフはもうこれ間違ってるかなって間違ってるかなみたいな会議したっすちなみにこれ野沢さんだったらなんてこれ。あら、かわいいわね。あ、はい、あ、こん動物が中にたくさんいるじゃない、はい、かわいいわねですですよ。え、何か、え、俺野沢さんもこう言うと思う本当ですか。あ、江口くんはちなみに見てどういうキラキラしてるとこ見て。おー、キラキラしてるぞ。あ、ここ使いますから使わないですから次回のハーバリウム作りなんですけれども、お次のチームはですね酒井光大さんと小笠原仁さんになります。お楽しみに。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。